はい、皆さんこんにちは。亀の子あたしです。はい、こんにちは。はい、ですね、今日はですね、はい、じゃあちょっとね、登場してもらいますね。はい。はい、おなじみの、ミニスイーツドール通称アマムスのスノーバニラちゃんの、楓ちゃんです。はい。でですね、前回とかの動画でですね、ポシェットがこうやって素敵なのが手に入りまして、服もね、初めからこういう形できまして、そんで、シューズの方もね、素敵なのも手に入れられたんでね、あとはね、この腕のところにね、何かね、いいものがないかな、みたいなことでね、ちょっとね、いろいろ考えてたんですよね。それでね、ちょっとね、いろいろね、ネットの、ショップとかも見たりとかしたんですけどね、ちょっとね、自分でちょっと作ってみたいな、みたいなことで、前回の時にですね、このね、キワ製作所っていうね、ところで、いろいろなんか、パーツを買いましたよみたいな形でね、ちょっとねハンドメイドに挑戦してみようかなと思ったんですよね。はい。でですね、ちょっと自分なりにねちょっと工夫してみまして、ちょっとパーツとかも見つけたりとかしてもうなんとかねご利用しでなんとかなるかなみたいな形でね、ちょっとね身の回りにあったものとかね、なんかその辺をね、ちょっとね、駆使してね、ちょっと作ってみたものがあるんでね、ちょっとね、それをね、紹介したいなと思います。はい、いきます。はい。はい。はい、こちらになります。はい。見えるかな、これ。はい、黄色のね、こういうね、ちょうどね、楓みたいな、このチャームのやつに、ちょっとね、この光るやつを入れてみて、それでね、後ろがね、これなんかね、家のね、引き出し、なんかいろいろ探してたらあった、このキーチェーン、ボールキーチェーンいうんですかね。なんかこれがあったんで、これをちょっと切ってみてボンドでつけたみたいな、なんかこういう風なのをね作ってみたんですよね。それでね、うまいことね、なんかね ここになんかねこうやってはまらないかなみたいな形でね思ったんですけどこれをねちょっとね知り合いに見てもらったんですけど、えって言われましてブレスレットってどんなんか見たことあるみたいな感じでね言われましてね、いやーそんなまじまじとあんまり見たことがねないなーとかって言ってたらねいやーあんまり知らない人がつくとこうなるのかみたいな形で、逆にねなんかね研究テーマみたいな感じでね言われまして、確かにって思ってね、自分も後々思ったら確かにちょっとこれはねちょっとあれかなって思ったりとかしまして、またねちょっとねちゃんとね後でちょっと作り直したのもあるんですけど、まずちょっとこれがね何がちょっとねせっかくこうやって作ったんですけどね、ちょっと失敗やったかなって思うのは、これ実際手にすごいはめにくいっていうのと、はめた時にねこれね正面こうやって向くかなって、正面をねこういう風にね向くかなって思ったんですよね。そしたらねこれがねつけてたらくるっと横に回って、なんかねどう言ったらいいかな、なんかこんな感じに横になっちゃったんですよね。なんでこれこう戻したりとかがすごい大変やったんですけどねなんでねこれねちょっとねせっかくね作ったんですけどね失敗でしたねはい、もちろんねこのパーツとかはねいいんでね、ちょっとねこれのやつを先に紹介します。はいじゃあちょっとねこれ横に、はい、皆さんねちょっと横にします。はいはい、まあ作ったんがね自分こういうやつになるんですよね。はい、でこのチャーム自体がどんなんやったかと言いますと、これねお店にねキワ製作所さんでまあ買ったんですけど、横にねこういうパンフレットがあったんですよね。ちょっと2種類ほどこういうふうに置いてあったんですけど、まあ、チャームのコーナーにねなんかこういうのが置いてありまして、日本のねなんかそういう特徴のあるチャームみたいなのをねなんか置いてました。こっちはこれ七福神なんかなね、牛とらうみたいな形ですね。はい、なんかこんな感じで、あ、この裏が分かりやすいかな、なんかはい、なんかこんな感じでね、まあね、牛とらう、辰巳、馬、羊、猿、鳥、犬、いいの、はい、まあこういうね、チャームみたいな、まあこういうのもありますけど、まあこの日本のね、なんか可愛いなんかね、シリーズみたいなのもありまして、この中の、はい、このもみじっていうやつがあるんですよね。これちょうど、はい、色がね、このね、黄色みたいなのがね、あって、あ、これ楓っぽくないかなみたいな形でね、これをね買ったんですよね。それがねちょっとねこういうやつになります。はい、これ一回ちょっと失敗するかなって思ってねちょっと複数個買ったんですけど、まあこういう感じのねまあ、ちょっとこれ値札外したんですけど、まあこういう形のやつに入ってました。はい、でねここの部分がねなんか金属が通せるような、あ、なんかね紐が通せるような形で穴が開いてるんですよね。ただねこれね腕にねつけるブレスレットつけるにあたってこの穴がねまあちょっといらなくなるかなって思ったんで、この穴をちょっと埋めるためにもう一個ねこういうのを買ったんですよね。はい、スワロフスキーのなんかこういうちっちゃいこういうね本当にこれちっちゃいんですけど、このなんかキラキラ光るねなんかこう綺麗なビーズみたいなのを買ったんですよね。でうまいことこの穴のところにはまらないかなと思ってはめてみた結果がこういう形になるんですよね。はい、こういう感じになるんですけど、まずここで微妙やったところが若干ね、まあ、あんまりもう穴埋めだけのためやったみたいな形でちょっとあんまり合ってなかったみたいな感じですよね。まあテーマとしてはまあねなんか楓なんでまあいいかなあんな感じなんですけど、なんかねここ取ってつけたようにねこのなんか光るのが入っちゃったのと、あと後ろをねちょっとねどうしたらいいんやろうが分からんかったんでね強力なボンドでねちょっと後ろをねこのねボールチェーンのねこのやつをね無理やりニッパーで切って後ろをこうやってねなんですよ、ボンドでくっつけた形やったんですけど、これがなかなかねくっつかんかったのもあり、なんか乾くも時間かかってみたいな挙句できたらこれなかなかつけづらかったのと、まあ、さっき言ったようにくるっと手につけたら回転するみたいな感じなんですよね。でよくよく考えたらですねこれ手に対してこんなごっついのをボンってつけてるってねこれねなんかのねなんかバーンじゃないねこれね特撮ヒーローかよみたいなねうんちょっとこれ、うん、ブレステレでもせっかくねこれがあるのになんかねちょっとうんやっぱり目向いちゃうかなみたいなのがあって、あこれはちょっと失敗やったなみたいなのが自分でねもうその時のテンションではウェーみたいな形だったんですけどねあちょっとよくよく、うん、冷静に考えたらちょっとあれやったなみたいな形でねちょっとね反省しまして、はい、ここからちょっと自分もここのねキワ製作所さんがね結構ねまあ見てるとアクセサリーのねなんかそういう動画とかねなんかそういう作り方みたいなんとかもね結構ね短い動画でうまいことね紹介されてるんですよね。でブレスレットのねちょっとまあ人間サイズのやつなんですけどね見てねちょっとねどんなんかなみたいなのをちょっと見たんですよね。そしたらちょっとねやっぱりねこれはねなんか違うなっていうのが分かりまして、やっぱりね人間でもねつけてるようなやつをまあちょっとミニサイズで作ろういうねアプローチにねもう切り替えようっていうことでねはいちょっと切り替えました。はいでまあ実際どういうものをまあこれは第1号、まあ、記念すべき第1号なんでねもうちょっとねまあ黒歴史じゃないですけどまあちょっと置いとこうかなって思います。でどんなのを作ったかというとまあねちょっとねまあ本当はねこういうの使いたかったんですけどちょっと大きすぎなんもあるんではいまあ作ったやつを出します。はいはい、こんなのを第2弾で作りました。はい、ちょっと、はい、アップで見てみましょう。はい、大きさはちっちゃいです。もう本当にもうね、もう指の先っぽにこれ乗るぐらいなんですけど、はい、こういう形のね、ちょっとね、なんか綺麗な真珠みたいなね、このビーズになんかこういうねスペーサーっていうやつをねこういう金属のちっちゃいやつを入れたようなねはいこういうねちっちゃいねブレスレットを頑張ってね作ってみました自分はいまあね作るにあたってねまあね、まあ、動画も見たんですけどちょっとね動画のはね人間用のサイズやったんでちょっと全く同じようにはちょっと穴の大きさが小さすぎてできなかったのもあるんで本当はね二重とかしたら強度高いんですけど一重しかちょっとできてないです。はい、でまあどんなものをこれを作るにあたって買ったかと言いますとじゃあちょっとこれはいのけますねはい、はいこれ作るにあたって買ったものがどれかなはい主に3つほどあります。はいじゃあ紹介します。はいまあ、スワロフスキー、まあ、これね本物の多分真珠とかもあるんかなこういうのまあありなんですけどまあちょっとね自分スワロフスキーのちょっとやつを買いました。はいでもう一個がはいこのスペーサーいうやつですね。はい、まあ、金属の真ん中が穴が開いたやつになります。はいでもう一個がはいこれですテグスになります。ただこのテグスがちょっと変わったやつでしてねテグスってね自分もね魚釣りとかしてたんでねどんなものかとかはちょっと知ってたんですけどちょっとねこのねテグスがちょっとびっくりな形で普通のテグスってあんまり伸びないんですけどこれもうすごい細かいか分かるかなこれミヨンミヨンミヨンみたいな感じでね伸び縮みするテグスがあったんですよね。はいまるでまあゴムまではいかないんですけどちょっとねテグスとゴムの合いの子みたいなやつでねこれがね名前がねアンタロンって書いてありました。はいでまあまあ線の直径が 0.4 ミリって結構ねまあ、細いやつなんですけどまあね、これのもっとよく伸びるスーパーアンタロンっていうやつとかもありました。まあそれはもうちょっと径が太いんですけどもっと伸び縮みの伸縮はしやすいやつなんですけどちょっとそれはね引っ張ったら切れそうな感じがあったんでちょっとやめました。でこのアンタロンのまあ径が細いやつを買ったような感じですね。はいでまあこれをまあこんなに長さいらなかったんですけどまあ何本かこういうふうに切ってで片っぽをまあテープかなんかで貼ってで動画とかではね針で通してたんですけど、もうなんか結構これしっかりしたような素材やったんで、もう針なしでもスコ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 このビーズの中に入れることができました。はい、で、まあ、このやつをこのスペーサーと交互にね入れてね、最後キュッて結んでね、でさあできたって思ってね、さあじゃあ強度チェックしようかなって思ってこういう風にねまあ引っ張ってってしとったら、まず1回目なんですけど、もうねバーンもうまさに効果音のこんな感じですね。バーンって結び目がほどけちゃいまして、このビーズがバーンってねもうあちこちにね残念ながら飛んでっちゃいましてね、1回目失敗しましたで、まあ、2回目ちゃんとねすごい結んだ後ボンドをつけまして、綺麗にね固めまして、それで穴にもねちょっと慎重に通してしばらく放置してたら、まあこういう感じでねうまい具合にね作ることがねできました。ありがとうございます。はい、という形でね、こういう感じでねまあ、指先に乗るサイズぐらいなんですけど、まあこういうねちょっとブレスレットらしきものがこうやってできた形なんですよね。はい、じゃあちょっとね早速ねこの子の腕にはめていきます。はい、こっち側はねこういう風にねせっかくねこのいただいたやつとこれ合うやつがあってね、こっち側の辺はいい感じでできてるんで、この反対側のねここの腕にねつけてあげることを想定してたんですけど、はい、これゴム素材なんでね、こうやってね関節を外さなくてもこうやって伸び縮みできるんですよね。なんでここにこうやって、はい、こうやってくっつけることができます。はい、はい、こんな感じです。はい、はい、という感じでね、こうやってね腕にねこういう風にねつけることができて、はい、楓ちゃんの、はい、おめかしがこういう風な形でついに完成しました。という形でね、こういう形で楓ちゃんの完成です。はい、靴もこうやっていいの見つけられましたし、ポシェットも可愛いのが手に入りました。ほんで腕のところもこうやって、まあ自作ですけど、こういう風にブレスレットがいい感じでこうやってつきました。はい、じゃあもう一回こうやって大きく、はい、こんな感じです。という感じでね、結構ねもうこれでできたかなと思います。はい、じゃああとはね、まあ、この子を連れてねいろいろ、まあ、イベントとかねちょっとそういうとことかにねお出かけしていきたいなと思ってます。はい、でね、まあこういうのとかね、まあ自分はキワ製作所さんで買ったんですけどね、もしかしたら結構手芸のお店とかねそういうとこでは他のメーカーさんのとかねもっと綺麗なんとか売ってるかもしれないです。なんでね、またね、ここのところもね、また余力があったら、なんか、まあ、色違いとか、なんかそういうのも作ってみても面白いかな、みたいな感じもしてます。まあ、ただね、まあ、せっかくなんでね、今は、これがもうちょっと完成形いう形でね、もうちょっとしばらくかもうずっとかもしれないんですけど、まあ、こういう形で頑張りたいと思います。もう亀の子さんはね、もうこういうふうにね、もう服と、もうこれはね、もうぴったりやったんでね、もうこのセットでずっとね長年頑張ってる形なんですけど、はい、まあ彼女もそういう形でこう定番が完成したみたいな形です。はい、まあね結構ねまあ動画のやつも結構分かりやすかったですし、まあ初心者でもねなんか行ったらお店の方もねいろいろなんか親切に教えてくれたりとかもするんで、まあ、結構ね思い切ってね興味ある方は始めてみるのもいいかなみたいな感じがします。はい、ということで、まあ今回の動画を終わろうと思います。この動画が良かったと思う方は、グッドボタンを。で、チャンネル登録の方とかをね、していただけると自分も嬉しく思います。はい。ということで、今日は、ちょっと失敗作ですが、記念すべき第1号の自分が作ったやつと、あとは、この第2号、これ成功ですね。はい。オリジナルのこういうブレスレットが、できましたっていうお知らせでした。はい。ということで、動画の方を終わります。はい。バイバーイ。はい。じゃあ、楓ちゃんも、はい。バイバーイ。はい。ありがとうございました。